はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、エドフェニックスです。さあ本日なんですが、皆さんはこの D フォースとかいう最強カードご存知でしょうか？これをね、今日は使いたくてデッキ作ってきたんですけども、このカードね、ブルーディー全振りしてるカードなんですよ。まあ、ちょっと新しめのカードで、このカードの発動時の効果処理として自分のデッキ墓地からデスティニーヒーローブルーディー1体を選んで手段に加えると、まあ、要はブルーディーサーチができるということですね。でさらに自分のフィールドにブルーディーが存在する限り3つの効果を適用します。自分はドローフェーズにドローができません。え、弱くねって思うじゃないですか。この下の2個の方を読んで、自分のフィールドのカードは相手の効果の対象にならない。自分のフィールドのディスティニーヒーローブルーディーは攻撃力がお互いの墓地のモンスターの数から100ポイントアップして相手の効果では破壊されないし、一度のバトルページ上に2回攻撃できると。ブルーディーめっちゃ介護できるんですよ。ブルーディーってやっぱ打点が低いから結構3体リリースして出しても、まあ、意外と簡単に突破されてしまうっていう点がやっぱり弱かったんですよね。例えばライトニングストームぶちかまされたりとかさ、あと普通に戦闘で上から叩き潰されるってことが多かったんですけども、これをねカバーできるんですよね、このカードは。だからこのカードを今日は活躍させたくて、クラプティブラッドを先行で出していく、まあ、そういうデッキにしてきました。まあ先行でブルディ出すって意外と強いじゃん。その何も相手が回答を持ってなければ、要はモンスター効果だけで展開してくるようなデッキであれば、ブルディって結局その相手のモンスターだけ効果全部スキルドレインするみたいな感じだからさ、クソ強いんですよ。このブルーディーを今日はその D フォースを発動しながら先行でこいつ出してドヤ顔で腕組んでエンドするっていうデッキですね。で、まあ、一応ブルーディーデッキなんで、まあ、ヒーローギミックと非常に相性がいいということで、まあ、いつものヒーローデッキをちょっとカスタムした感じですね。まあ、ちょっと誘発はまあちょっと入れてる枠があんまないので抑えめにして、ヒーローってやること入れると、やりたいこと入れるとなんかどんどん枠膨らんでいくんですよね。で45でもねギリなんだよね。なんかもっと入れたいことたくさんあるし、例えばアダスタゴールドとか、あとマリシャスペインとかも入れたいんだけど、ちょギミック的にちょっとなんか枠多くなりすぎる問題が発生していて、まあ、今回はちょっと入ってないですね。はい。でまあフュージョンデスティニーとか、まあヒーローライブくらいが初動ですかね。あとエアーマンとか、まあ初動札は意外と多かったりするんで、まあ、ファリス、エアーマン、ヒーローアライブ、フュージョンデスティニーあたりが全部初動になるから、なんか結構あとバイオもねあるから、意外と自己率は低いですね、デッキ的には。はい。まあ回し方は、ぜひまあ対戦をご覧いただきながら見ていただければと思うんですけども、本当にやりたいことは1個、先行でブルーディー出す。以上、デュエルスタンバイ。 D フォース来い、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  D フォース来い。 D フォース来た、マジで来たわ。割とハンドコレ強くね。ビジョンヒーローファリスの効果を発動、ビジョンヒーローファリスの効果によりデスティニーヒーローダイナマイト界を墓地の国なんかある増資うららはない。とりあえず1回指名者、これうららあったらやばいね。まあ、とりあえず増資は1回無効にするわ。そして増殖する G を無効にさせていただいたため、あとは私は好きに動かしてもらいますよ。ビジョンヒーローファリスの効果を発動、ビジョンヒーローファリスは特殊召喚に成功した場合、デッキよりビジョンヒーローモンスターを1体トラップカード扱いとして魔法トラップゾーンに置くことができる。これによってビジョンヒーローインクリースをデッキからセット、そしてビジョンヒーローインクリースの効果発動、通ってくれ頼む。あ、通るぞ。ビジョンヒーローインクリースを特殊召喚、そしてビジョンインクリースの効果発動、インクリースはビジョンヒーローモンスター相対をデッキより特殊召喚できる。あ、通りそうだね、これめっちゃ通りそうだわ。ビジョンヒーロー、バイオンも特殊召喚、バイオンの特殊召喚成功時効果発動、バイオンの効果によりデッキからビジョンヒーローじゃねえ、エレメンタルヒーローシャドウミストを墓地に置かせてもらうぜ。そしてエレメンタルヒーローシャドウミストの効果を発動、シャドウミストの効果により墓地に置かれた場合ヒーローモンスター相対を手札に加えることができる。俺はまだ召喚権を割いていない。もちろん持ってくるのはエレメンタルヒーローエアーマン、そしてビジョンヒーローバイオンの効果発動、ビジョンヒーローバイオンの効果により墓地で存在するビジョンヒーローファリスをゲームから除外し融合を手札に加えさせてもらうぜ。そして、妖怪風男を召喚、風男の効果発動、風男の効果により好きなヒーローモンスター一体を手札に加えることができる。これによって融合召喚を
できるようになったというわけさ。先にまずとりあえず D フォース発動するか。 D フォース発動。 D フォースの効果によってデッキより史上最強のヒーローモンスターデステリーヒーローブルーディーを手札に加えさせてもらうぜ。そしてマジックカード融合発動。融合の効果により属性が違うモンスター、属性が違うヒーローモンスター2体で融合召喚。現れろリキッドマンとインクリースで融合召喚。エレメンタルヒーローサンライザー。そしてサンライザーが融合召喚に成功した場合の効果をチェーン2にすればいいんだな。サンライザーの効果をチェーン2で発動。サンライザーは融合召喚に成功した場合デッキよりミラクルフュージョンを手札に加えるというぶっ壊れ効果を持っている。そして2枚ドロー1枚捨てる。来い。おーなんか強そう。これ D フォースもいらねえな。 D フォース捨てこれでフュージョンデスティニーぶちこんかましちゃっていいわけですね。これねフュージョンデスティニーの効果発動。フュージョンデスティニーの効果によりデッキからデスティニーヒーローの融合素材となるモンスターを墓地の国融合召喚。デストロイフェニックス界出して現れろデステニーヒーローデストピアガイ。これはアーク5版のエドフェニックスから奪ってきたカード。そしてディストピアガイの効果を発動。デストピアガイの効果により、1600万。よし強い。そして墓地に存在する墓地に存在するディアボリックガイ蘇生していいな。ディアボリックガイの効果発動。ディアボリックガイの効果によりこのカードをゲームから除外しこのモンスターを特殊召喚できる。そして俺は運命を終わらせるには運命の始まりとなったこのモンスターがふさわしい。現れろデステルヒーローブルーディー。これによって相手フィールド上のモンスターの効果は全て無効となる。神ゲーすぎ強めちゃめちゃ強いじゃん。めちゃくちゃ強い。最強じゃね。マジでディストピアガイの効果破壊、まあ、マスクチェンジないからあれだけどディストピアガイの1回破壊無効&相手のフィールド上のモンスターの効果全部効完全に強すぎる。そして D フォースの効果によって、デステリーのブルディがいる場合何お前何してんだよお前何してんだお前マジで何してんだ。これはね墓穴打ったから増字意味ないんだよな。墓穴打ったから増字意味ないちょっと待ってちょっと待ってやばいぞちょっと待ってくれふざけんなマジで。 D フォースの強いところ見せれてねえんだけど。かぐやくんやばすぎ問題発生中。かぐやくんフリーチェーンなんだよな。かぐやちゃんフリーチェーンなんだよな。まあでもどっちにしてもなんか処理されるんだったらまあどうせだから一応打っとくか。一応かぐや打っといてかぐや効果使わせる。はいでかぐやくん効果でこれあれですかね怪獣ですかちょっとやばいですね。これもしかしてモンスター全処理されます。私あんな最強の盤面作ったのにもしかしてモンスター全処理されるのマジ嘘でしょ。嘘やん。やばいこと起きてるけどねこれ。えっ今総計だったかな。さすがにデストピアガイの効果ちょっと待って焦ってるやばいちょっと待って今ちょっと混乱してます。ちょっと待ってやめてやめてよ。完全にやってんなあいつ。おいふざけんなマジで。お前マジでふざけんな。お前マジで許さねえからな。マジで許さねえ。こんな簡単に処されることある。嘘でしょ。ガチでやばいこと起きてんな。端子でオッケーなんか耐えたわ。じゃあ遅えよお前。ふざけんな。遅くもねえわ別に。これは意味なかったわ。まずはミラクルフュージョンを発動していくしかねえな。ミラクルフュージョンの効果を発動。ミラクルフュージョンの効果によって除外していこう。まずは俺はエアーマンとリキッドマンを除外し最強のヒーローアブソルートゼロ特殊召喚。そして、リキッドマンの効果発動。リキッドマンは、ゲームから
除外された場合に2ドロー1ステができる。弱すぎ弱すぎマジで弱すぎマジでマジでふざけんな本当に。なんだよこのクソデッキ。ちょっと腹立つわ、腹立つノリ。なんかこれでバトルするしかないとかやばすぎでしょ俺。やばすぎでしょ、バトルするしかないとかマジやばい、やばいこと起きてんだ。これは多分まああれですよね、なんでしたっけ、村蜘蛛の効果ですよね。村蜘蛛の効果あるんだったらさ、これ村蜘蛛の効果あるんだったらこれ墓穴一回取っといて村蜘蛛の効果にして、あ、オッケー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 、ここで使ってくれるのはでけえ。村蜘蛛を除外すればいいな。墓穴の指名者の効果発動、墓穴の指名者の効果により相手フィールド上相手墓地のモンスター1体をゲームから除外していく。墓穴2枚引きは強えぞ。これで次のターン増地即時だな。よし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 で、メイン2入ってこれで単終了するしかねえか。セットしてこれしかねえやることは。くそマジで許さねえ、あの最強盤面全部処理されたのマジで許さねえ。くそブルーディー、ブルーディー帰ってきてくれ。とりあえずもう増殖するじゃ投げとこう、これ投げといてで、あとは相手の展開を見るだけだな。いや1枚引かせてほしいんだよな。かぐやいるよね、オッケー、かぐやいる、オッケーで、かぐやからのフルールドマサージュか、オッケーで、かぐやの効果も発動するよね多分ね。これかぐやの効果発動して、あ、それなんだ、なるほど、それをバウンスしたい、それをバウンスしたい。あ、サージュか、これサージュ、これサージュか、サージュの効果か、これこれチェーンすればいいんだ。じゃあこれはね、もうモンスターを送るしかないですね。ちょっとモンスター送んないとこれチェーンできちゃうから意味ないから、これもうこうするしかないですねこれ。ちょ君向こうで、君一回行こうか向こうで、でこれでそれ出てくる破壊されるマスクチェンジ引いた、 OK、 マスクチェンジはでかい、マスクチェンジはでかい。で、バトルフェーズですね、 OK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  で、アブソルト効果発動、アブソルトゼロ破壊してくれてありがとうよ。アブソルトゼロは墓地を送られた場合相手のモンスターを全て全部パスすることを持っている。よし頼む、なんかモンスター来い、なんかモンスター来い、なんかモンスター来い、なんか来い、頼む俺のターン、うおーディスティニードロー、つえーつ、つえー強すぎ。俺はエレメンタルヒーロー、エアーマンを召喚、エアーマンの効果を発動、エアーマンの効果によって俺はヒーローモンスター1体を手札に加えることができるぜ。さあ宇宙展開をお前に見せてやるよ。あれ高校用デッキだからな、一応ニビルとかケアした方が良さそうだな。ビジョンヒーローインクリース効果発動、これで2回目3回目4回目ですね、インクリースの効果と、インクリースの効果によってビジョンヒーローバイオンを特殊召喚、そしてバイオンの特殊召喚成功時の効果発動、ビジョンヒーローバイオンは特殊召喚に成功した場合ヒーローモンスター1体を墓地に送る効果を持っている。そしてこれの効果によってシャドウミストの効果発動、シャドウミストは墓地に送られた場合ヒーローモンスター1体を手札に加えることができる。そしてバイオンの効果発動、バイオンの効果によってこれは墓地から除外するの何でもいいな、エアーマンを除外させてもらうぜ。そしてエアーマンを除外し俺は融合を手札に加えさせてもらう。よし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 、でも殴ったら勝ちか。これソリッドマンを召喚し、ソリッドマンの効果とソリッドマンの効果により俺は手札のエアーマンを特殊召喚。もうなんか余計なソリティアは相手迷惑だな、ちょっと殴るわ。デッキからヒーローモンスター1体を手札に加えていく。相手のライフはもう残り4100しかねえ、いくぜ。これでこのまんまバトルフェーズだ、いけバイオンでダイレクトアタック。OK 通る、 OK 通る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 、史上最強盤面を返されても手札1枚からどうとでもなる、これがヒーロー、ユケエアマンダイレクトアタック、よっしゃー、ブルーディーどこ行った、頼む D フォース来い、 D フォース来い、あー D フォース来ねえけど、なんか反応強えな、反応強えな、これ反応強えな、
これは先行理想展開できそうじゃない、これ。まずはビジョンヒーローファリスの効果を発動させてもらうぜ。エレメンタルヒーロー、シャドウミストを墓地の国ファリスを特殊召喚、そしてファリスの特殊召喚成功時の効果を発動、さらにシャドウミストの効果も発動。チェーンはこっちの順番の方がいいかな。シャドウミストの効果によってヒーローモンスター1体を持ってくることができるぜ。そしてファリスの効果によってデッキからビジョンヒーローインクリースをセット。あ、これ手札優派さんなそうですね。とりあえずインクリースを、置いていく。ほい。そしてシャドウミストの効果発動。シャドウミストの効果により好きなヒーローモンスター1体を手札に加えることができる。これによってソリッドマンを手札に加えさせてもらうぜ。そして俺はインクリースの効果を発動。インクリースの効果によってヘッド上のビジョンヒーローファリスを、リリースし、このモンスターを特殊召喚、そして特殊召喚成功時効果発動。デッキよりビジョンヒーローバイオンを特殊、なんだこれ、なんかあるぞ。え、今なんか誘発ある、なんか相手に優先権渡った時になんかなかった。あ、そっか、うららあったらでもこのタイミングで光るのか。そっか、今のチェーン順であれだったのか。ああ、あ、でもまあまあ、でも一応うららはね、ねこれうらら別にいい説あるけどな、もはやもはや別に何でもいい説あるな。いや、でも一応あれか、ディアブリック界とか落としたいから一応破壊するか。一応しよう。破壊の指名者の効果と破壊の指名者の効果によってハレウララを無効にしていく。これによって墓地送り効果通る。ここね、なんかウララの打ちどころここじゃなかった説は結構あるけどね、相手。まあいいや。融合を手札に加える効果の方が無効にされると嫌なんですよ、ヒーローって。結構積み木してるのそんなにないから、だから融合を手札に加える効果にチェーンしてなんかあのウララ打つといいかもしれないですね。ヒーローは意外ときついです。融合しないとマジで何もできなくなること結構あるんで、まあリンク召喚が一応あるんで、持ってモンスターを持ってくるっていうことは一応できますけど、融合がねやっぱないとなかなか展開が止まるという話もある。そしてソリッドマンのを召喚して、ソリッドマンの効果とソリッドマンが召喚成功した場合、俺は手札に存在するエレメンタルヒーローエアーマンを特殊召喚、そしてエアーマン特殊召喚成功時効果とまたヒーローモンスターを手札に加える効果を持っている。なんでこいつはターン制限がねえんだろうな。そして俺はもちろんリキッドマンを手札に加わさせたので、2枚ドロー1枚ストはさすがに強いですからね。そして、エクストラヒーロークロスガイをリンク召喚。俺はエアーマンとインクリースでリンク召喚。現れよエクストラヒーロークロスガイ。そしてクロスガイがリンク召喚に成功した場合の効果はと、俺はディアボリックガイを蘇生し、そしてこのディアボリックガイをリリースすることによってクロスガイの恐るべき効果を発動する。クロスガイはフィールド上のヒーロー、ディスティンヒーローモンスター体をリリースすると、なんとデッキから何でもヒーローを持ってこれるとかいうマジでぶっ壊れ効果を持ってる。これによってデスティニーヒーローブルーディーを手札に加えさせてもらうぜ。そしてデスティニーヒーローディアボリックガイの効果を発動。アナザーディアボリックガイをデッキから特殊召喚。そして手札よりマジックカード融合を発動。融合の効果により俺はフィールド上の、ソリッドマンと手札のリキッドマンで融合召喚を行う。召喚条件は属性が異なるヒーローモンスター2体現れろ。エレメンタルヒーローサンライザーかっけー。そしてこれでチェーン順がちょっと難しいか。エアーマン蘇生したいからソリッドマンをチェーン1にしとけばいいんだな。ソリッドマンをチェーン1、そして対象とするのはもちろんエアーマン、そしてチェーン2サンライザーの効果を発動。いや違う、こっちださ、チェーンにリキッドマンの効果を発動。そしてチェーン3ミラクルフュージョン持ってくるサンライザーの効果を発動。これで全く無駄がなくチェーンを組めているはずだ。ミラクルフュージョンを持ってきて2枚ドロー1枚捨てでエアーマンを特殊召喚が最強すぎる。最強すぎ。これチェーン1ソリッドマンにしないとタイミング逃すんで、要するにあのね、弱いらな、いらな、弱すぎ問題で、エアーマンを特殊召喚。そしてエアーマンの特殊召喚成功時の効果を発動。エアーマンは特殊召喚に成功した場合デッキからヒーローモンスター相対を手札に加える効果を持っている。もちろん俺は手札にオネスティネオスを加えさせてもらうぜ。そして俺はこのヒーローモンスター3体の魂をメーカーに置き、特殊召喚。運命の始まりとなったこの最強ヒーローをお前にお見舞いしてやる。デスティニーヒーローブルーデイ最強マジっつえ、最強だ、最強。まぁ、ちょっとシャドウミストを残しておいてマスクチェンジを持ってくるっていう動きはできませんでしたが、まぁ、十分強いでしょう。これでブルーディーを構え、そして
ブルーディーはなんと、オネスティネオスで実質攻撃力は4000、5、6、7、800、4800のブルーディー抜けますかといったところ、あ、演武天気いいだろう、演武天気いいだろう、全然いいよ。まあ、あの、ちなみにこの盤面ね、ライトニングストームって言われると結構終わりますライトニングストームって言われると結構終わるっていう話はあるんで、ちょっと魔法トラップカード止めるモンスターあのくれませんかね、ヒーローにも。ヒーローモンスターマジで魔法トラップカード止めるやつ誰もいないんですよ。だからまあ一応あの D フォースっていうねカードをなんかその置いとくとデスティニーヒーローブルーディーは知らないっていうことができるんだけど、ちょ D フォース言うて3枚しか積んでないんでね。まあ相手はあれですね、鉄獣ですね、はい、まあ問題ない。ブルーディーは最強すぎて、ブルーディーが突破するのかなり難しいと思う。相手魔法トラップカードがなければもうほぼモンスター効果は無効と言っていい。相手のフィールド上のいいですか、もう一度もう一度説明しておきますね。この史上最強の、運命の始まりとなったディスティニーヒーローブルーディーさんはなんと相手のフィールド上のモンスターの効果を全て無効化するとはやばすぎると思ってます。はい、で、あ、マスクチェンジきたマジでこうほんと何もできないでしょ、たまに。あれ相手これだって別にリンク召喚したところでそいつの効果無効だし、まあ一応リリースしてなんか墓地行った時に効果を増するみたいなモンスターの効果は無効にできないんで、墓地効果とかは止められないですけどね。バトル、おっと何殴るんだ、あ、それサンライザーの効果増するよサンライザーは他のヒーローモンスターが戦闘を行う攻撃宣言時相手のカードを破壊する効果を持ってる。じゃあなつっつえクソつえ、相手何もできてないぞ。神ゲー、神ゲーなんだけど、マジでこのゲームガチの神ゲー。融合きた、あのヒーローいねえし、あー、じゃ あの史上最強ムーブ見せるか。ミラクルフュージョンの効果を発動、ミラクルフュージョンの効果によって俺は墓地で存在するリキッドマンとヒーローモンスターの魂を冥界より除外することによって、なんとリキッドマンは除外されても効果が発動するんだぜ、みんな知ってるか。俺はビジョンヒーローバイオンとリキッドマンを除外し、現れろ最強のヒーロー、エレメンタルヒーローアブソルートゼロ。そしてアブソルートゼロは、あ、こいつは何もしない今。そしてリキッドマンの効果を発動、除外された場合2枚ドロー1ステができるぜ。おい、おお、つえつえつえ、ドロー強すぎだろ。クラプティブラッドだ、お前のモンスターを吸収させてもらう。そしてこれが嫌だったの、俺はアブソルートゼロをマスクチェンジすることによりアブソルートゼロを墓地の送りながらアシッドを特殊召喚できる。これによってなんとモンスターを全部パシ、魔法トラップを全部パスとかいうヤバすぎるコンボ、これが史上最強コンボ、アブソルートゼロにマスクチェンジを打つ、これが最強コンボ、ハーピーの晴れ帽子とサンダーボルトを一気に打てる、強すぎる、ヒーロー最強、デュエル最高。そして俺は手札よりマジックカード死者蘇生を発動、死者蘇生の効果によって俺はエレメンタルヒーローエアーマンを墓地より特殊召喚するぜ。俺はエレメンタルヒーローエアーマンを特殊召喚し、エレメンタルヒーローエアーマンの効果発動、特殊召喚に成功した場合ヒーローモンスター一体を手札に加えることができる、強すぎるなんてかっこいいデッキなんだ、なんてかっこいいデッキなんだ、一応エアーマン持ってきとくか。そして俺はクロスガイとエアーマンをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン現れろ、エクストラヒーロードレッドマスターつえくっそつえくっそつえ、ね、そしてデスティニーヒーローディバインガイト、デスティニーヒーローダイナマイトがよ墓地の国現れろ、デスティニーヒーローデストロイフェニックスガイモドキデスティニーヒーローデストロイフェニックスガイ欲しすぎ問題、これは効果発動してお前のライフに1600ポイントのバンダメージを与える、よし、これでバトルフェイズだ、いけー強すぎでしょこれは、最強すぎたわ、うん、最強ですねこのデッキ、ヒーロー最高、デュエル最高、ガッチャ俺だけ楽しいデュエルだったぜ、俺だけが楽しいデュエル。
いやー、これちょっと誘発ないなー。じゃ、弱ハンド。いや、これヒーローアライブ通るわけないんだよな。さすがにですね、やっぱあのヒーローとはいえ基本的には先行取るべきですね、多分。この環境でもやっぱ先行にちょっと強くな、あので出れるように多分した方がいいとは思うわ。ヒーローデッキある程度やっぱね、まあ一応ヒーローって結構高校でぶん殴っていくのが一応得意なテーマではあるんですけど、あのめっちゃ並ぶからね。ただね、やっぱね、あのね、先行取られるとちょっと相手の手が強すぎるので、返し、そのこのハンドでは多分さすがに返せないそうな気がするんですよ。なんで、まあ、基本的にはですよ、先行取って強い、まあ、ダークローとかブルーディー出せる構築にしといた方がいいと思う、多分ね。これはなんか知らねえモンスターがめっちゃ出てきてるな。これは一体何がしたいデッキですか。これバーニングナックラー出てくるの、これこのデッキ。え、カオスエクシーズ希望オバリアン。やばやべ、なんだっけこいつ。自分の墓地のナンバーズを対象にとって、相手エンドフェーズまでこのカードはそのモンスターの元々のカード名と効果と同じカード名効果を得る。あ、へえ、なるほど。何コピーしたのこれ。ヒロイックチャンピオンロングオミアント。こいつエセロングオミアントじゃん、お前。え、これもしかして特殊召喚できないとかも、これなんかあれしてんの、あの継承してんのこれ。待って、あ、え、でもさ、これもしかしたら墓穴で除外したらこれ無効にできんじゃね。これ墓穴で無効にしたら除外できる説ある、もしかして。ちょっとやってみるか。え、これさ、ワンチャンあるんじゃない、これ。え、これこいつ除外したらもうこいつ向こうが無効になる説ないですかね。あれ、あ、なってない。なんだよこの偽物ロンコミアント、なんだよこのクソ偽物ロンコミアント。お前ふざけんなよ。クソゲー起きてます。コナミ、おい、コナミ見てるか、俺が遊戯王だよ。おい、コナミ見てるか。おい、コナミふざけんなマジで。なんでこんなカード知ったんだお前。おい、聞いてんのかコナミ、おい、おかしいだろ、おかしいだろ。ちょっと待って、マジであの偽物ロンゴミアット、マジで誰やねん。